トシアンとナナミのトシコジマでございます。ナナミがですね、単身で、関東、東京の方に出張しておりまして、私今日一人で配信をさせていただきますけれども、たまにこういうこともありますけれど、2016年の今日は1月の26日ですね。今年になって2回目の担当でございますけれども。で、一人でやるときはですね、大体テディさん登場していただくんですよ。それで今日もそれを急にですね、朝、テディさんに振りましたところ、心の準備はできていても、外見の準備ができていなさそう、なかったみたいでですね、顔洗って、蝶ネクタイしてきますとかっつって、で、中座されて、それで戻ってこられてから、録画の準備をしない段階に配信が始まりですね。もう多分、その会話はお聞きいただいたでしょう。テディさんが先週、大津の方に行っておられたということでね、悟りのなんか、集まりだったって。そこには、古い友達の、イルカちゃんイルカくんの2人もね、行ってて、その思い出話も先ほどしておりました。スピリチュアルコンベンションっていうイベントをね、テディさんがずっとやられてて、それに僕は、ディジュリドゥを持って、よく、出あ演？りがとうございます、本当に。テディ出て。あ、いえいえ。テディです。あ、違う、今さ、今ちょっと、ネクタイ忘れちゃった。テディで す。あ、で、ちょっとだけ出ます。何？もっと油断してたの？テディです。ネクタイ忘れちゃった。皆さん、よくご存知だと思うんですけど。なんで今で消えるの？ネクタイ忘れちゃった。ネクタイまだしてないんだ。そう。スピリチュアルコンベンションね。あれまだ始まった頃だったんですかね。あ、そうですね。最初の方でね、来ていただきましたよね。ね。あれは、でも、あれですよ。ナチュースピの、はい。今井さんの紹介で僕、行ったんですよね。ああ、今井さんにありがたいですね、いろいろね。なんかね、僕ね、ある日、なんだかな、なんかね、あの時原宿、確か原宿に事務所があったんですよ。はい。ここにね、僕行ったんです。訪ねて、なんか、今井さんに会いに行くといいよって言われて、誰かに。それでディジュ持って、僕こんなことやってるんですけど、つって言ったら、じゃあスピリチュアルコンベンションっていうのに出たらいいですよって、小泉さんを紹介しますって言ってくれて、紹介してくださったんですよ。ああ、そうですね。今井さんのすごいありがたいところはね、そういう、なんかこう、紹介してくれるときがありますよね。ありがたいことに。それで僕は、スピリチュアルコンベンション、スピコンに、ちょこちょことお邪魔するようになったんですね。それがなんか僕の、この人生の大きな いや、そこまでお茶なくてもいいですけど。いや、本当スピコン病になってですよ。だってそれまでスピリチュアルってさ、はい。いたけどね、周りにはそういう人たちは。結構いたんですけど、そんなに、なんていうの、深く、多分、深く関わってたんか、なんかよくわかんないんだけど、なんかそこで結構その辺の仲間増えましたよね。だから、初期の頃ですよね。今ではもう、こんな感じでスピリチュアルって結構こう、あれしてるけど、まだまだね、迫害とまでは言わないけども、かなり変人扱いされてたんですよね、あの頃はまだ。そうですね。ああいうジャンルがあるっていうのも分かんなかったですよね、世の中の人がね。そう。だってもうすぐ何かといえばさ、変な宗教だとか。その時言われてましたよ、大体。でしょ？すぐ変な宗教だと。で、そういう、いわゆる変な人たちも来てましたもんね。多少いましたね、なんか ね。いろいろね、淘汰されたけど。いろいろ問題も起きたよね、スピコ。いろんな人いましたよ。会場追い出されたもんね。
いろんなことありましたよね。うん、まあまあ、でも、ということはもう、テディさんとの付き合いももう15年、14、15年になるの？そうですね。そうなっちゃいますよね、そろそろね。何年になるんですか？スピコンって何年に始めたの？2002年とか。そんなもんだっけ？ 3 年かな。もっと前じゃないの？そんなもっと前じゃないです。そんなもんだった？うん。そうか。2002年ぐらいかな、じゃあ。うん、多分。じゃあ14年前だ。はい、はい。じゃあ、本当に始まって間もない頃でしたね、僕が行ったの。そうです、名古屋は、でも名古屋だから。名古屋、東京だよ。あ、東京でしたっけ？東京、名古屋始まる前。じゃ始まったばっかりだ。そうだよ、東京のほら、あの、青山の。あ、じゃあ、あそこか。そうするとね、第4回とか5回とかね、そこへ。そうそう。あそこも追い出されたけど、追い出されたけど。使えなくなっちゃったんだよね。大きくなっちゃったしね。そう、あ、そういうこともあったのね。うん、まあまあね。どんどんね。ちょっと大きくなっちゃって。そう、いろんな人、だから、あの時ほら、ミキミキちゃんとも、だからスピコンで出会ったんですよ、僕。ああ、なるほどね。そう、イルカちゃん、イルカくん、ミキミキちゃん。まあまあまあ、まあ、もっともっといろんな人、大勢さん、やって、はい、そうですよ。穴口さんはまた別途だな。穴口さんも来てましたね。来てたんだ。だから僕そこでじゃあやっぱスピコンで穴口さんとも出会ったのかな。うん、まだ、だから七海と出会う前で僕は一人もんの時だったんで。そうそうそう。あんで、それで穴口さんと出会って穴口さんと割と親しくなって、うん、2004年に穴口恵子&トシ小島と行くセドナツアーっていうのがあったんですよ。すごい。でもディチが、ね、似合いそうですね、それね。そうで、僕がディジュリドゥを担いで、うん、こうで、穴口さんはもうシャスタからセドナに入るっていうことで、はい、先にアメリカに行ってたんですよ。うんうんうん、で2004年のね、うん、夏だったんですけど、うん、台風が、でかい台風が来たんですよ、2004年は。立て続けに来たのかな、ダブルで。で、すごいことになっちゃった年なの。2004年っていろいろあって、ほら、富士のさ、富士山で先住民会議かなんか。ああ、先住民さ、ありましたね。あの時もなんかすげえ嵐だったらしいじゃないですか。そうそうそう、僕もびしゃびしゃになって帰ってきました。あれ行ったんだ。行った。僕それは行ってないんだけど、うん、それ、その頃だ、その頃かな、違うな。ちょ、なんかとにかく台風がすごい年だったんですよ。で、僕は、後からっていうか、先に穴口さん行ってて、で、僕はお客さんと一緒に、成田から飛ぶっていうことで、うん、でね、僕その時、なんか東京に行く途中で、浜名湖の花博かな。はい。なんかでディジュ吹いて、その時もう台風来てて、うん、すごい雨の中、僕は軒先でディジュリで吹いたんですけど、うん、花博っていうのがあったんですよ。ありましたね。で、そこにオーストラリア館っていうのがあって、うんうんうん、それで僕は軒先でディジュリで吹いてたんですけど、うんうんうん、お客さんはもう豪雨の中傘さして聞いてくれてるんですよ。目の前でね、何人か。うん、もう気の毒でね、うん、やめました、僕、吹くの。っていう。で、その翌日、うん、あ、その日か、その日のうちに東京入って、うん、確か。で、泊まって、あれ違うか。な、とにかく、そうそう、集合が、花口さんのところの、あの頃まだ、中目黒でお店やっててさ、レストラン、はい、ここに集合したのかな。あ、とにかくね、食べ物屋さんね。そう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 、やってたやってた。うん、僕そこで何回かライブやらさせてもらったんだけど、うん、そう、それで飛行機が飛ばなかったんですよ、うんうんうん、飛ばないっていうことがもう空港行く前から分かってて、うん、
そうそうそう。穴垣さんのところのスタッフが、なんか、一生懸命こう、やり取りしてくれてたのかな。で、とにかく翌日になりましたと、出発が。ええー、って。こりゃすげえことになったぞ、つって。ほいで、とりあえず待機っていうことで、で、みんなで、アナウンサーのとこの、なんか、ヒーリングルームかなんかで泊まるってことになったのかな。ほいで、その時にもう、アナウンサーの、その、レストランから、その、ヒーリングルームに移動する間にも、もう、傘がぶっ飛ぶぐらい風強くて、台風。そういう思い出あるわ。で、そうそうそう。それで翌日、まあ、成田から飛びました。それで僕はディジュリドゥ担いでたんで、ロスで乗り換えてフェニックスに行くんですよね。飛行機がね。セドナ行くのに。で、ロスでの乗り換えの時間があんまりないんですよ。あんまりなかったんです。なんか、20分か30分ぐらいしかなくて。それ、大急ぎで行かないと、入国してね、入国手続きして乗り換えでしょ？っていうことは、ちょっと時間かかるじゃないですか。30分ってことないか。でもなんか、すごいタイトだから、急がなきゃいけないっつんで、おいで、こう、急いだわけですよ。でも僕は、入国審査の時に、こっちへ来いって言われたんだ。あ、ディジュリドゥを持った後だな。荷物で、あれ手荷物で預けるので、出てきて、おいで出ようとしたら、それを持ってたら、こっちへ来いって言われたんだ。で、なんだこれはって。長い、大きいからね、ディジュリドゥ。で、いや、これはディジュリドゥでインストゥルメンタルだっつったら、オープンって言われて、ケースに入れたかね。で、いや、僕はもう乗り換え早くしなきゃいけないので、プロブレム、これはプロブレムだ。ノープロブレムとか言われて、いや、ちょっと早くしてよ、みたいな。女性のなんか審査、そういう、なんていうの、係の人が、オープン。で、Oh, did you read I know? とか、で、知ってんのいいじゃんとか言って。もう大慌てで、走って行って、そしたら今度こう乗り換えの、またゲートがさ、結構長蛇の列で、もう、どうしようどうしようって言ってるうちに、僕は、乗り遅れたんですよ。そのフェニックス行きのロスから出る。まだいるんだよ、ゲートに。止まってるのに、その入り口で、ノーって言われて、どうすんの 僕がここでフェニックス行かなきゃいけないのに、で、たら、ダーッと調べて、あ、サンフランシスコ経由で 行く便があるから、この後、それで行きなさいって言われて、なんか振り返ってくれたんですよ。悲惨でしょ？ロス着いてまたサンフランシスコ行って、サンフランシスコが乗り換えてフェニックス行くんだ。どういうこっちゃって、そう、一旦戻るんじゃん、北へ、みたいな。で、しかもその、サンフランシスコからロスに来てる。で、それがまた帰るっていうことなんですけど、サンフランシスコに。そのサンフランシスコから来てる、ロスに来てる飛行機が遅れてるんですよ、またね。おいで、もしかしたら、今日サンフランシスコに行っても、フェニックス行きに間に合わないかもしれないよって言われて、いやいや、間に合わないかもしれないよって言われて、で、間に合わない時はどうなるのって言ったら、今日は行けないねって言われて、いや、今日は行けないねって、サンフランシスコまで行っちゃって、僕はどうしたらいいのって言ったら、I don't know とかって言われて、それ俺、そんなに英語できないし、2回、3回目ぐらいの海外旅行だから、めっちゃ不安やん、一人でさ。もう泣きそうになって、でもまあ、とりあえず今日は遅れるっていうことを、穴口さんに連絡しなきゃいけないなと思って、これでまた、穴口さんの携帯に電話しようと思うんだけど、公衆電話の使い方も分からしないよね。なんかカードを買ってさ、なんか、その辺の人に聞いて、電話してさ、じゃあ、恵子さんにつながって、ああ、大丈夫よーとか、ちゃんと調子で。大丈夫、待ってるから、待ってるから、はい、分かりました、とかって。ほいで、僕は、
フェニックスからどうしたらいいのって言ったら、うん、バスでおいでとかって言われて、分かった、バスで行けるんだねって言ったら、うん、バスで行けるからって、分かったって言って、とにかくでも今日行けないかもしれないけど、頑張るとかって、うん、大丈夫、待ってるとかって言われて、それで、まあ、サンフランシスコ経由のサンフランシスコ行きに、まあ、とりあえず乗りましたよ。そういう時ってさ、できりゃ前の方でさ、通路側に座りたいじゃん、気持ちとしては。はいはいはい、だってギリギリな時間なんだから。うんうん、サンフランシスコ着いて、今度サンフランシスコからフェニックスに行く飛行機が、うん、間に合わなかったらもう本当どうするのっていう状況でしょ。うんうんうん、そうしたら後ろの方のまたさ、こんな巨漢のおじさんのが通路側に座って僕窓側だったんですよ。うわ、これまずいよ、これ無理だ、これとか思って、ついてもすぐ走れねえじゃんとか思ってさ、おいで、もう飛行機の CA の人に、僕はこれに乗り換えなきゃいけないんだけど、間に合うだろうかって言ったら、なんかちょっと待て、つって、で、調べてくれたら、君はラッキーだ、隣のゲートだから、走れば間に合うって言われて、その走れば間に合うって言ってもこの状態で着いてすぐ降りれないじゃんとかって思いながらさ、隣のゲートって言っても荷物とかあるから隣のゲートにならないんじゃない？いや、荷物は大丈夫なの。ああ、そう。荷物はもう行っちゃったの。ああ、そっかそっかそっか。先に荷物は行っちゃってんの。ああ、フェニックス行っちゃってんの。荷物は間に合ってんの。ああ、そっかそっか。それも難しいですね、バゲン。僕はもう本当にちっちゃいカバンだけで、ああ、そっかそっか。走ればいいんで、はいはい、サンフランシスコで本当に隣のゲートだって言われて、まあ、なんとかそれにね、間に合わなきゃと思って、うん、それでサンフランシスコ着きました、走りましたけど、うんうん、もうエクスキューズミーったって、こんな狭い通路、飛行機のね、うん、通路、こんなおっさんの後ろでもう前行けないからさ、うん、って思いながら、とにかく飛行機から降りたら、もう走りましたよ、もうでも、もう本当にギリギリ。でもなんとか滑り込みで間に合って、うん、サンフランシスコからフェニックスに着きました、はい、こんな話でいいのかな今日。いや、スピリチュアルトリップのさ、うん、ちょっと話だよ今日は、はいはいはい、あ、これね、すごいいい話に続くからね。うまいな。うまいですね。ほいでね、フェニックス空港着きました、はい、無事に、はい、だから、お客さんたちは、もう、あれですよ。穴口恵子さんのお迎えで、うんうん、ね、はい。で、車で、はい、もう多分、フェニックス空港から、もう、セドナに行って、観光してるわけですよ。もう直行ですね、ばーっと。直行です。だから僕は、それに、すでにもう遅れること、3、4時間、うんうんうん、多分、遅れて、フェニックス空港着きました。うん、ね、でそこからバスで瀬戸内に来いって言われたんで、瀬戸内行きのバス乗りました、うんうんうん、あ、とりあえずそうだ、その時またもう一回電話したのかな、とりあえずフェニックス着いたからって、うんうん、あ、じゃあよかったねとかって言われて、うんとかって、で瀬戸内行きのバスに乗りましたね、うん。そしてフェニックス空港を出てハイウェイに入りました。あそこからだいたい 3、4時間、あ、3時間ぐらいかな、うんうんうん、フェニックス空港から車で、あ、バスがあるんですね。ある、あるんですよ。3時間ぐらいで行くのかな、あれ、うんうんうん、そんなもんですよね確か。これも行こうかな今度は。ところがハイウェイに乗った瞬間にバスが止まりました。わお、見たらトラフィックアクシデントですよ。すごい渋滞。ああ、事故があったってことですね。おお、うん、おいで、一向に進む気配がない。これで運転手さんに、これ、みんながどうなるんだ、どうしたんだ、どうしたんだっていうことになるよね。うん、見たら、トラフィックアクシデント。もう交通事故だから。うん、いつ動くかわからない状態ですよ。うんうん、で、その、止まって、2時間ぐらい止まってたんかな、うんうん。とにかく、もうどん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 時間が経つわけですよ。はいはいはい、これ、いつつけるの僕って思って、うんうんうん。
もう夜じゃんって。夜の夜で遅くなるよ、これ、とか思って。で、僕、夕飯のことが心配になってきて。夕飯どうすんだろうって、これ、このまんまじゃ夕飯時につかねえや、って思って。で、その時僕、携帯持ってなかったんですね。で、運転手さんの携帯借りて、恵子さんに電話したんですよ。貸してくれるんだ、ありがたい。貸してくれた。で、いや、こんなことになってて、いつ着くか分かんないんだけど、って言ったら、トシさん大丈夫、あの、お弁当買っても、あの、置いといてあげるから、大丈夫、心配しないで、と。そうだね、と言って。こっちめっちゃ心配よ。いつ着くか分かんないよとかって、夜中になるかもしれないって、うん、大丈夫、何時でも大丈夫とかって、それで、まあ、やっと動き出しました。うんうんうん、ね、うん、それでほら、向こうのバスってあのホテルで泊まってくれるから、うん、乗るときに自分の泊まるホテルの名前を言って乗ってるわけですよ。何だったかな、ウエストイン、なんとかイン、セドナって言って僕は乗ったんですよ。それで、へ、だから、あ、着いたよって言われて、なんとかインセドナって言って降ろされたんですよ。それで、フロントに行ってですね、名前言ったら、ないよって言われて、チェックインしようと。ないって言われて、え、稽古穴口とかって言っても、ない。え、ここは、なんとかインセドナじゃないのって言ったら、違うって言われて、なんとかイン、どこどこって言われて、同じホテル系列の、セドナよりも随分手前のホテルで降ろされちゃって。あら。で、え、ここからじゃあ、そのセドナ、なんとかインセドナまで歩いて行けるのって聞いたら、うん、無理無理。何時間もかかるよって言われて、歩いたら。何時間？じゃあ僕はどうしたらいいのって、ちょっと今のバス呼び戻してよって言ったら、ちょっと待てって言われて、で、バスは戻ってこれないけど、タクシーが来るから、タクシー代払わなきゃいけないのとか思ったら、それは払わなくていいって言われて、向こうのミスだからって。したらタクシーって言っても、いわゆる日本でいう白タクみたいな普通の車なんですよ。それで、こんなでっかい兄ちゃんが出てきて人相の悪い。うわ、怖っとか思って、俺どっか連れてかれちゃったらどうしようかとかって思いながら、でもそれしかないから乗るじゃんね。乗って、で、なんとかインセドナっていうホテルだって言ったら、OK! って言われて、ビューって走り出すわけですよ。もう真っ暗闇の夜ですよ。それで、え、テディってセドナ行ったことある？まだ行ったことない。ない？うん、セドナってすっげえ田舎だから、はい、その、セドナの街に入っちゃえば、そりゃ建物いっぱいあるんですけど、うんうん、その手前って何にもないんですよ。小屋がついてるみたいな。そう。小屋の中をですよ、うん、こんなでかい、怖そうな、お兄ちゃんにさ、乗せられてさ、僕はこのままどこへ連れてかれるんだろうって、あの、むっちゃどうしようって思いながらさ、うん、怖えなーって思いながら、うん、怖い怖い、だなかなか気さくなお兄ちゃんで、暗闇に連れてかれてなかったんですね。うん。暗闇を走りながらもね、はい、まあ、僕の拙い英語でなんか喋りながら行きましたわ。うん、したら、あ、セドナ着いたよって。やった！着いた、着いた。もう夜の11時ぐらいですよ。うん、おいで。そうしたらその運転手、そのホテル知らないって言うんだよ。セドナには着いたけど、そのホテルわかんないって言い出して、うん、はぁって。どうすんだよとか思ったら、
したらなんか違うホテルにバーッと入っていって、ここ違うじゃんとかと思ったら聞きに行ったそのホテルどこだって聞いてやるじゃないですか。で聞いてきてくれて、あ、行き過ぎてるわっつって戻って、それでやっと着きました。はあはあ、確か夜11時ぐらいだったと思う。うーん、もうヘロヘロっすよ僕。うーんね、もうで着いてさ、そうしたらまあ恵子さん出てきて、トシちゃんよかったねーとかって、でお弁当はねお部屋にもう持ってってもらってるからっつって、で男子が僕ともう一人だけだったんかなこの人も小島さんだったはいそれでまあ部屋に行ってですね、うん、いやー僕やっとつけたよーとかっつって、で弁当食べてさ、うん、したらもうみんなはさ観光してるわけですよ半日、うん、すでに瀬戸な観光して、うん、いやベルロック行ってきたとかって、僕はもう行けないじゃんそことかって言いながらまあとにかくまあよかったよかったっつって、うん、それでね、あーなんかちょっとお銀さんおはようございます、岡山行き大丈夫ですか、僕がいるところはまあ岡山市の割と中心街に近いところなんですけど、全く雪はほとんど降ってないんです。ニャンパラリンさんおはようございます。カオルさんおはようございます。ナオヒロさんおはようございます。ハチベイさんおはようございます。ローズマリーさんおはようございます。ひとみさんおはようございます。ノーさんおはようございます。おぎんさん、席を外してました。大阪花博でしたら中国庭園で肉まん売りをしていました。そうですか。僕は浜名湖花博でした。ということで、そいで、ね、やっとの思い出、セドナ着いたっすよ。うん、だけど、僕もほんとその時ね、まずロスの空港で、僕は、どうしてこんな目に遭ってんだろうって思うよね。うんうん、でまだいいや、ロスはね。飛行機でサンフランシスコ行って、フェニックス着いて、うん。その後またトラフィックアクシデントでしょ、うん、僕、セドナに行っちゃいけないのかなって思ったんですよ、その時。ちょっとスピーチャー的なあれですね。そう。これは、僕は招かれていないんじゃないかと。うんうんうん、セドナに。なるほど。僕、セドナ行ったら、何か、とんでもないことが起こるのかもしれないとか、うん、そういう、まだ、準備ができていないのかなとか、いろいろ思ったわけですよ。うんうん、だけど、まあ、なんとか着きましたやん。失点抜刀じゃないけど。うんうん、ね、そのタクシーの運転手もホテル知らないとか言うし。うんでもまあなんとか着きましたよ、うんうん。その日のうちに。無事に。だからまあ、来ちゃいけないわけではなかったんだなと。とりあえず着いたから。うん、何なんだろうこれはって。でも最初にもうね、一日遅れてるんですよ。台風でね。うんそれは僕だけじゃない、他の人もだったんだけれども、うんうん、それプラス僕だけそういうことが起きて、うんうんうん、なんだろうって思うよね。思いますね。思わない人っているんだろうか。まあたまにいると思いますけど。思わないっていう人もいるんだろうね、きっとね。あ、怒ってる。多分まあ偶然の積み重ねぐらいにしか思わない人たちは、うんうん、なんだこれ、自分だけこんな不幸な目にあってよぐらいで終わっちゃうのかな。うん、もしかしたらそういう人たちの方が世間一般では多いのかもしれないんですけど、まだ。まあ起きてることが起きてるだけですっていうのもありますから、今ね、うん、スピーチャルで。それで、翌日、はい、まあセドナってアメリカの、ネイティブアメリカンのいろんな部族の人たちが おられたり、うん、まあ要は、だったりそういう、スピリチュアルな人がいっぱいいるじゃないですか。うんうん、で、何族だったか忘れちゃったんだけど、うん、まあ、メディスンウーマン。とはいえ、僕あの方は白人女性だったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、根血なのかな、うん、のところにまず行って、パイプセレモニーって知ってます？あ、タバコを。タバコをこう回し飲みする。うん、やった日本でやったことある。ああ、あれをまあ、やったわけですよ、うん、メディスンウーマンのところでね、体
歓迎のみたいな感じですかね。うん、まあ、歓迎も含めてですけどね。どうかですかね。挨拶ですよね。あの四方八方のスピリチュアル、はい、そんなことをやって、うんうん、でその方のお庭に出て、でこの庭、今この庭にね、うん、ボルテックスのパワーがいっぱい充満しているクリスタルじゃないけど、パワーストーンがあるから、うん、どれでもいいから好きなやつを持っていきなさいって言われて、うん、で僕目についたのが亀の形をした、本当に亀をの形を作ったね、うんうん、本当に亀ですよ、もうそれうちにないか、うん、亀の、僕それが目についたんで、これもらってもいいですかって、もう亀の置物ですよ、いわゆるね、うん、石でできた、うん、でいいよって言われて拾ったら、しかもまあまあ一個足がもげてたんですよ、うんうん、4本のうちの1本がね、はい、左前足かなが取れてて、でこれはどういう意味ですかって聞いたんですよ、うんうんうん、そうしたらゆっくり行きなさいっていう意味だよって言われて、え？いや、実は僕昨日ねって感じで、セドナに来るのに、まず飛行機が一日遅れっていうか、うん、ね、乗れな、まあ、台風で一日来るのが遅れて、しかもまあ、ロスで飛行機乗り遅れて、うん、で、またフェニックス空港からの車がこうだったんだよって言ったら、うん、あ、まさにそのことですよって言われて、ゆっくり生きなさいっていう意味だよって、うん、生きるってあのライフね、うんうん、ゆっくり生きていくって、でしかも大地とつながってゆっくり生きなさいっていうことですって言われて、うんうん、でその時にそのメディスウーマンが、あなたの足元には亀がいて両肩にイーグルとホークがいるから、あなたは大地とつながって知恵を運ぶものだという役割があるからって言われて、え、あ、そうなの？それでゆっくり生きろっていうことだって言われて、そうか、自分の人生を振り返ったわけです、そこで。僕は生き急いでいたなっていう感じがとてもしてね。なるほど。人よりも早く生きることが、に価値があるってずっと思ってたんですよ、僕。それが2004年なんで、今から12年前ですよね。うん、46の頃ですよ。うん、あ、僕58になりましてね。つい先日。はい、で46の頃。だから僕20代、30代って人よりも先にっていう生き方をしてたんですよ。うん、流行を先取るとか、とにかく人よりも早く先に行くことに価値を見出して、そういう人生を送って、まあいろんな失敗もしたわけですよ。うん、29で会社を起こして31、2の時に1億8000万の負債で僕会社潰してますからね。うん、その時もまあ人よりも早く、なんかこう、やっちゃって、てたわけですよ。つまり、まあ、あれです、現代人的に生きてたってことですね。そういうことかな。現代人の、しかもビジネスマンのね、うん、の生き方をずっとしてて、うん、でそれがいいことってずっと思ってたんだけども、うんうん、その時にそれを言われて、本当に身に染みたわけですよ。そんなことが立て続けに起きたしね、はい、そうかって、ゆっくり生きていいんだって思って、うんうん、で大地とつながって地を運ぶっていう意味については、うん、ディジュリドゥって大地とつながる楽器だし、はい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 、で僕ネイティブアメリカンフルートももうその時吹いてたかな、うん、その前に、日本で僕は、そうそうそう、
それこそハワイのカワイ島に当時住んでたサウンドセラピストさん、女性だったんですけど、その方を日本でこうプロデュースした時に、東京の荻窪のある会場で、その方と一緒にセッションしてた時にですね、あ、その時あれですよ、その、江本先生のところから、ある方に来ていただいて、水の結晶、そのコンサートの水の結晶を撮ってもらったんですけど、その時にそこで僕、アパッチ族のメディスンマンと出会って、その彼から笛を僕買って吹いてたん で、その時にもう、お前はイーグルだって言われてたんですよ。パワーアニマルじゃないけど、とにかくネイティブアメリカンってほら自分のトーテムを持ってるじゃないですか。で、自分の役割っていうのをこう見出す。本当はなんだっけ、あの旅。ああ、ど忘れしちゃった。魂の旅に出てさ、自分の役割を。聖なる予言とか。うん、うん、なんだっけ。なんていう儀式だったかな、あれ。ああ、もうど忘れした。やるんだけど、まあ、それをやらずして僕は自分の役割を、そういう、メディスンマンとか。ああ、なんかあるって聞いても、なんか、うん。なんか、どっか行けとか言われるんだよね、なんかね、こう、あれ、女性はやんないかもしれないんだけど、男の子が、一人で荒野の、なんかその、決められたところに行って、自分の役割が分かるまでずっとそこにいなきゃいけないんですよ。それで、自分がウルフだとか、なんだとかっていうことを知るんだけど、僕はまあ、それをやらずして、そのメディスンマンとかに、お前はイーグルだって言われたし、で、その時のメディスンマンにはイーグルとホーク。イーグルとホークって、ワシとタカってさ、大きさの違いだけなんですよね。あ、そうなんですか。大きいものをワシと言って、比較的ちっちゃいものをタカと言うっていう、そういう定義で、ワシとタカの違いって大きさだけなんだって。はい、一般的なもんじゃんって思うじゃんね。で、主観でいいみたいで、まあ一緒なんですよ、ワシもタカもね、実は。イーグルとホーク、まあ同じですよ。で、それが僕はネイティブアメリカンフルーツを吹くことかなとも思っていたりするんですけどね。僕にとってはですよ。まあそんなことが2004年の夏にあったわけですよ。秋かな。セドナ行ってね。そう。まあその後は順調に、あ、でもそうでもないわ。グランドキャニオンに行った時に、グランドキャニオンって、まあ、近代的な建物が結構いっぱい建ってるんですけど、まあ、そのお土産物屋さんだったり、レストランだったり、するわけですね。で、お昼、まあ、みんなで食べるんで、レストランに入ってですね、で、僕、ハンバーガーかなんか頼んで、待ってたわけですよ。まあ、調子良かったんですよ、その時は。でも、急に気持ち悪くなって、ぐーってきて、首切られたっていう、なんか、来たんですよ。首切られた？うおー。なんだこれって、あー、なんか気持ち悪い。すっごい具合悪くなって、はいはいはい、レストランで、はい、もうそんな食事どころの騒ぎじゃなくなったんですよ。だから慶吾さんが「あれ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 大丈夫？」とか「なんか来た」って言ったら「そうなんだ」とか「まあじゃあ包んでもらって持って帰ろうよ」とかって言って、それで建物が出たらさ、ケロッとしちゃってさ、はいはいはい、腹減ったって食えで思ったのが、
構やっぱネイティブアメリカンだった時代があったねって、うん、自分がね、うん、それで僕はあの辺、まあグランドキャニオンだったかどうかは分からないですけど、うん、首切られたかなっていう感じもあって、うん、つまりグランドキャニオンで建てられた建物って要は白人が建ててるわけですよね、はいはいはい、なんとなく勝ち誇った感があるんですよ、はあはあはあ、やったぞみたいなおなんかこうカウボーイのものが飾ってあったりしてさ、うん、要はやっちゃった側じゃないですか、うん、運送があったんかなーとか、その後、まあ、2回目行った時はそんなに平気だったんですけど、うん、まああの時はちょっと来ましたね2004年セドナの旅は、うん、素敵な出会いもありましたけどね、うん、あれ何ロックだったかな、人間の指の形をした岩があってこんな、うんうんうん、でそこでまあ行く先々でこうみんなこう恵子さんのリードで瞑想したりするんですけど、うん、その時僕は BGM するんですよ、ディジュリドゥ吹いたり、はいはいはい、ネイティブアメリカンフルート吹いたりしてね、うん、でその時僕がネイティブアメリカンフルート吹いてたところをフロリダから来てる親子がですね映像を撮ってくれて、うん、なんかすっごく痛く感動してくれてですね僕の笛に、うん、で息子さんがちょっと自閉症っぽい子だったのかな、うん、初めて自分で何かをやりたいってこの笛を吹きたいって言ったんだよねとかつって痛く感動されて、うん、でこれは何というものだとかネイティブアメリカンフルートですよって言って、うん、どこで買えるとかって多分その辺で買えると思いますとかって言っていやいやその辺で売ってるんですよ本当、うん、セドナのなんかちょっとした、うん、お土産物屋さんでも売ってるし、うん、これでなんか下へ降りてパワーストーンかなんかのお店に行ったんですよね、うん、そしたらネイティブアメリカンフルート売ってましたやっぱり、うん、その時その親子がいて、で今これを息子に買ってやったんだとかっつって、うん、どうやって吹いたらいいとかって言われて、うん、でその時に僕がアパッチ族のメディスンマンから教えてもらった吹き方を教えてあげたんですよ、うん、まあ単純なことなんですけどね、うん、左の薬指は離さない、うん、足は組まない、あとは好きに吹けそれだけなんだもんネイティブアメリカンフルートって6つ穴なんですよ、うん、上3つ下3つ、うん、もしくは5つ穴なんですよ、うんうん、上2つ下3つ、うんうん、でなんで上から3つ目ここが空いてないやつがあるかっていうと、うん、ネイティブアメリカンフルートを吹くときは上から3つ目左の薬指で押さえる穴は離さないっていう教えがあって、うんうんはい、あの西洋音楽吹いちゃってる人たちは離しますよ、離さないと音階作れないから、ドレミファソラシドを作ろうと思うと6つ穴全部使わないと出ないんでね、うん、ただネイティブアメリカン、まあ、部族にもよるのかなよくわかんないですけど、僕が教えてもらった人は、うん、左の薬指は離さない、あ、その音階はないとかねだからトゥーティ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 ーってあのペンタトニックなんですよ、5音階、うん、それ民族音階って大体ペンタトニックなんですよ、和音日本の音階もそうなんです、5音しかないです、はい、ははは、うん、でその五音階なんですけど、うん、なんで左の薬指を離しちゃいけないのって聞いたら、うん、左の薬指は心臓に直結していて、だから結婚したら左の薬指に指輪をするだろうと、うん、だからお前がひとたび笛を持ったら笛と結婚したと思えと、だから左の薬指を離してはいけないって教えられたんですよ、なるほど、他の笛買えなくなりますね、ん？他の笛買えなくなっちゃう
それと足を組んではいけないっていう、はい、で例えば正座して吹くときも親指を重ねちゃいけないって言われたんですよ。うん、なんでその時なんでって聞かなかったんだけど、うん、その後他の人に聞いたのかな。したらまあエネルギーがね、うん、こう足を組むとこうエネルギーがこうなんていうの曲がっちゃうから、曲がっちゃうって交差しちゃうから、うん、良くないんだ。って言われて、ストレートに流すために足を組まないんだよって言われたのかな。で守ることはその2つだけって言われて、まあそれそのまんまその子供に教えてですね。でその時は名刺をあげたのかな。うん、なんか、そしたらですね、後日メールが来ました、お父さんから。でその時の動画も送ってくれてね。うん、で、息子が本当にすごい勢いで吹いてて、今度 CD を作って出すとかって言ってたんですよ。の早い人やなって思ったんですけど。うん、なんかね、水の研究してるって言ってたな。うん、もうちょっとそれっきり、うん、やりとりしてないんですけど、フロリダの方で。水の結晶の話もしてたような気がするな。まあなんかね、とにかく、そんな2004年って、テディもなんかありませんでした？いや、あの頃はスピコンでね、もう大変だったからね。あまりこう、これっていうのはない、もう忙しかっただけですよ、思い出としては。そっか。2004年の名古屋スピコンで僕演奏させてもらった映像がずっとスピリチュアルテレビのアーカイブで残ってましたよね。はい。今も多分残ってると思いますね。うん。あの時に僕2004年の2月22日にななみちゃんと出会ったんで、うん、でその名古屋スピコンにで僕ななみのお母さんと初めて会ったんですよ。お見合いだったんですか。お母さんですね。お母さんがとにかく、うん、僕も旅してたからのもあったし、で七海のお母さん船井さんが割と好きでね、ほうほうほう、船井さんの本をいっぱい読んでる人で、船井さんのあのイベントによく行ってたんですよ。うんうんうん。で確か2004年の名古屋スピコンの翌日が、うん、東京で船井さんの船井ワールドかな、うんうん、なんか大きなイベントがあるんで、はい、この日だったのかな、お母さんがそれに行くんで、うん、名古屋通るから、うんうんうん、名古屋スピコンに寄るとかって言って僕が演奏してるするってことが分かってたんで、うん、で七海がお母さんを連れてきたんですよ。で、2004年の何月だったか忘れちゃったんだけど、東京で波動フェスタっていうでかいイベントがあったんですよ。へぇー。それ知らない？あったような気がするけど、それ江本さんとかでやったんですかね。江本さん、船井さん、中丸香織さん、はい。から、その頃さ、中山くんって朝のことやってる。はい。で、彼と、俳優の、どう忘れした？飛び降りちゃった人。窪塚洋介さん。うん。で、彼との対談もそのハードフェスタであるって話で、うんうんうん、ところがその直前に飛び降りちゃったんだよね、窪塚。ああ。で、そのハードフェスタの中では、窪塚くんと中山くんの対談っていうのはなくなっちゃったんだけど、うん、そこに僕唯一ミュージシャンで出てんですよ。お、すごいですね。なんかね、その波動フェスタっていうそのそうそうたる面々の中に同じ扱いで僕出てたんですよ、写真入りで。船井さん、江本さん、中丸さん、俺みたいな。すごい。他にもいっぱいいたんですけどね、はい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 、そうそうたる方々の中に。うん、
同列で。いかんでしょって思いましたけど、僕ここに行って。おかしいでしょって思ったんですけど、まあそんなことがあって、そのチラシを誰かが名古屋スピコンで配ってた。うん。で、それをナナミのお母さんがもらって、お父さんここにいるじゃんとかっつって、なんか、それで僕の評価上がったらしいわ。痛く感激されちゃったって。そうそうそう。後にも先にも、なんかそんな大きなイベントに、そんな感じで出たの、それ一回きりだけどね。面白いですね。そうそう。それがね、あの頃、やっぱ波動関係の会社結構いっぱいあったじゃないですか。うん、波動研究所って知ってます？もしかして、恵比寿にあったやつ？恵比寿にあったんだっけ？違うか。恵比寿にあったのかな？違う。波動研究所はね、うん、中野？違う。そっちじゃない。品川から乗り換えていくようなところだったような気がする。大森とか、大森じゃねえな。羽田に近い方。あの、緑十字って会社がさ、はい。波動研究所っていうのと、アニューっていう、あ、はい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 。お店やってたじゃん。あれ緑十字なの？確か緑十字だったと思うんだよな。え、親会社が？うん。そうなんだ。緑十字じゃなかったかな。いや、緑十字ってほら、血液製剤で問題になったとこじゃん。そう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 。じゃなかったかな。ちょっとごめん、ガセネタかもしれん。でも、アニューやってた会社と、うん、この波動研究所っていうのは、まあ同じ系列で。うん、ああ、なんとなくわかる、それは。うん、アニューで、だって、あの、ほら、無農薬とか有機農産物チェックで使ってたから。そうそうそう。波動測定器を。そう。で、その、波動研究所の所長さん、まあ、波動研究所なくなっちゃったんだけど、うん、の先生が、なぜか僕の音楽をえらい気に入ってくださってて、はい、波動的にいいとかっつって、はい。で、その波動フェスタに僕を推薦してくださったのが、うん、その先生だったんですよ。ああ、なるほどね。研究所の所長さんだったんですね。うん、で、しかも、波動研究、じゃあその波動フェスタに、その先生が、うん、トシさん、その CD 持っといでよって売るからって言われて、うん、その当時僕まだあの CD 自分でパソコンでやってたんですよ。はい。なんで、その、忙しくてその頃、うん、CD 焼く時間ないんで、先生 CD ないっすよって言ったら、うん、ダメだよって。それで、CD 作るのにいくらかかるのとか言われて、うん、いや、結構かかりますよって言ったら、出してあげるから、CD 作んなさいって言われて、うんうん、え、なんで出してくれるんですかって、そりゃ CD なきゃダメだよって。で、CD 制作費出してくれたんですよ。うん、それで僕の初めてプレスした CD は、うん、波動研究所さんのスポンサー付きだったんですよ。ピリカレラっていう。はいはいはい、はい。CD ね。はいはいはい。あの、片隅に波動研究所って書いてあるんですよ。書かなくていいって言われたんですけど。そう。で、CD 作ってね、出したんですけど。そんなのが2004年ですよ。2004年は僕、ナナミちゃんと出会って、その波動フェスタに出て、セドナ行って、なんかすごい年でしたね。2004年ってなんかそういうこと結構あった年みたいですけどね。うん。なるほどね。まだ12年前ですね。12年前です。うん、今、セドナ大きくなっちゃったですよね、またもっとね。セドナなんかね、それで僕らは、ナナミがまだそのセドナ行ったことなかったんで、うん、2007年かな、うんうんうん、に、セドナ行きましたよ。うん。ななみちゃんと一緒に。うん。うん。その2004年から7年の3年の間に、ホテルがものすごい増えた。うん。開発されて。うん。なんかね、さらにすごいことになってんでしょ、今。うん。
ねえ、なんか NHK でもやってたけど、この前。うん。確か2007年だったと思ったんだよ。知り合いのインディアンのシャーマンが出てた、シャーマン出てたけど。あ、ほんま。うん。ウクアラさんって言うんだけど。ん？ウクアラさんっていう男の人なんだけど。インタビューしたこと、スピーチャーテレビでインタビューしたことある人なんですよ。ほんと？そう。あ、NHK に出てると思う。だから、ホピの予言とかさ、うん、あんなんで結構、あれしたし、あの、タレントさんがなんか、行った、はいはい、あ、そうね、安室奈美恵さんとかね、うん、それでなんか結構日本でも割とミーハーな感じになっちゃって、うん、はいはいはい多分アメリカの方もそうなんでしょうね、きっと。セドナ、そうだと思うね。でセドナにはさ、友達が何人か住んでて、うん、で奈美と行った時には奈々ちゃんって、うん、セドナのに住んでる、ななちゃんっていう人がいるんだけど、ななちゃんななちゃんで、こう、いろんなとこ連れてもらって、ホピのとこにも行ったんですけど、うん。なんかいろんなことあったな、けどな。2回目行った時もいろんなことあった。また行きたいんですけどね。セドナの思い出っていうタイトルになったんですね。で、僕がその2004年のね、はい、稽古&トシコ島と行くセドナツアーで帰ってきて、うん、七海ちゃんが言ったのが変わったねって言われた。なるほど、変わった。だからゆっくり生きろっていうことを、はい、その時こう言ったんで、うん、ゆっくり生きることにしたんですよ、それから。なるほど。その急くことがいいことって思ってたんだけど、うん、先へ先へっていう、なんか先ばっかり見て今に生きてなかったんだね。あ、素直ですね。僕ね、意外と素直って言われますよ、よく。うん、なるほどね。だって強烈だったもん。だってね、本当に、それまでに、海外行って、まあまあ、3回ぐらい、4回目ぐらいだったのかな。でもさ、そんなに流暢に英語が喋れるわけでもないしさ、そんなに海外旅行慣れてるわけでもない。まして、一人で行ったのが2回目だったのかな。初めて一人、で、海外行ったのは、僕、カウアイ島だったんですよ。その、カウアイ島の、まあ、友達がいたんだけど、はい、その友達が、そのカウアイ島のね、女性ミュージックセラピストが日本で、なんか、うん、日本に行って、音楽活動をちょっとしたいっていうんで、プロデュースしてあげてくれないかなって言われて、いやいや、それだったら会ってみないとね、つって。で、僕、ハワイ行ったことないから、じゃあ行きますよ、つって。まだ一人もの身軽な時だったんで、ヒュイって行ったんですよ。はい。それが初めての一人での海外旅行だったんですけど、その時帰りが僕誕生日だったんだな、1月14日。何年だったか忘れちゃったんだけど。じゃあなんか、JAL で行き帰りしたのかな。飛行機の中で誕生日祝いしてくれましたよ。なんかマグカップ記念にもらった、写真撮った写真がくっついたの。へ、うん、JAL もいいことしてくれますね。ね、 JAL だからかな、よくわかんないけど、うん、他の飛行機やってくれないのかな。僕誕生日に乗ったことないからわかんないんだけど、アメリカっぽいですね、誕生日やばってくれるなってね。そうなの？アメリカのファミレスだったらやってくれるじゃないですか。え、本当に？でもファミレスで今日誕生日って言わないよね。デニーズとか、あ、だ言っとけばいいんだよね。ああ。多分伝えるんだろうね、先に、あれね。誕生日、ファミレスで誕生日ですって言うの。あれ、だから予約かなんかしといて。ああ、誕生日祝いよね。多分ロイヤル。祝いファミレスでやるの。ロイヤルホストとかやってくれないんじゃないかな、ロイヤル。デニーズはやってくれるよ、多分。やってくれますよ、絶対。そうなの？うん。ココスもやってくれんじゃないかな。ほんと？ドラえもんのなんかおもちゃなんかもらえるかもしれない。あ、で大人やってくれるかわかんないですよ。うん、
まあまあ、でもそういう誕生日なんか祝ってくれるお店は結構ありますよね。そのレストランとかでも。そういうバースデーで予約しとけばね。パブとか、そういったところでも。何の話だっけ？あ、そうそう。だから、そんな状態の中で、飛行機の乗り遅れてさ、ものすごい不安よ。え？って。で、ロスには僕友達いるんだけど、アメリカ人の。だけど、電話番号も知らないし、え、俺ここでロスで、タイムロスしたら どうすんのとかって思った。本当に思った。止まなきゃいけないの？とか。しかもサンフランシスコまで行って、フェニックス行き乗り遅れちゃったら、どうするの？とか。むっちゃ不安だったよ。サンフランシスコ友達いないし、みたいな。外国、僕も乗り遅れあるけど、でも不安ですよね。あ、乗り遅れたことある？しかも、あれですよ、アブダビ空港かどっかですよね。それ余計怖いね。そう。でもね、中東の人優しかった。本当。チケット出してくれたもあ、まあ、チケットは出してくれるよん。あ、っね。ていうかね、それ自分の責任で乗れなかったのよ。え、そうなの？その場所にいたんだけどね、アナウンスが分かんなかったの。ああ。そそうか。う。一歩乗り過ごしちゃってね。いやいでや。もまあ、そこから乗れたんでしょ？乗れた。僕はサンフランシスコもう一回行けだよ。で、しかも、間に合わないかもしれないとかって言われてんだよ。もう一回行けか。そう、ロスからサンフランシスコ経由でって、しかもそれ遅れてるから、もしかしたら間に合わないかもしれないから、今日行けないかもね、とかって言われてさ。え、で、じゃあどうしたらいいのって、アイドントノーとか言われたんだよ。それさ、アイドントノーじゃねえよ。どうしたらいいのって思うじゃん。まあね、係官の責任とかいうわけでもなんないもんね。そう、だから、そういうのってさ、多分、誰も責任取ってくれないんだよ。だって、空港一泊だね、それ。空港一泊パターンですよね、それ大体ね。空港に泊まるのか。そういう人いるの？やっぱり。いまあ、るよね。だってね、しょうがないもんしょうがね。ないも空港でね。不安だよね。まあでも、24時間で動いてるから、別に電気切られるわけじゃないだろうから いいんだろうけどね。あ、そっかそっか、国内だからパッと移動できたんだ。国内だから検査なしにパッと移動できるとこではあったんですね、ゲートとしてはね。サンフランシスコね。そうそうそう。なるほど。隣のゲートにキュッとね。なるほどね。ほんと、あれもギリギリ間に合いましたよ。そう。でも、このネイティブアメリカン絡みって必ず教えが絡んでくるっていうのがいいですね。魂の旅になっちゃうみたいな、全部。魂の旅ですよ。ほんと。あ、ビジョンクエスト。思い出した。あ、なるほどね。ビジョンクエストって言うんです。あ、だからそれをしたのか、俺、そこで。ビジョンクエストしてたのか。じゃ、実は亀さんだったとかね。そう、亀はね、でもね、僕昔から好きでね、子供の頃から。亀大好きだったんですよ。なんでこんなに亀好きなの？って思うぐらい好きだった。で、亀がいるんだって、僕の足元にって言われた時に、なるほどねって、大地とつながるんだ。大地とつながって、そのもたらされる知恵を運ぶ。イーグルは知恵を運ぶっていう意味があるんだって。だから、まあ、まあ、そう言われりゃ、僕はあんまり本読まない人なんですけど、実は。買うんだけど読まないんですよ。だから僕、いろんな人からいろんな話を聞いて、まあ、割と、こう言っちゃなんですけど、幅広い知識は持ってるんですね。それ人から伝えられるんですよ。海外。で、その人から本もらったりするんだけど、読まないんだけどね。本書いてる人から本もらったりするんですよ、いっぱい。なぜか。なんだろうかなと思ってた。
で、知りたい知りたいっていうのが結構僕あって、うん、それでも2004年の1月に、本当2004年っていろいろあって、2004年の1月に、鹿児島のお寺に呼ばれたんですよ。はい。ディジュリドゥ吹きに来いって言われて。うん、まあ、お寺さんから呼ばれたわけじゃないんですけどね。うん、その前の年に、まあ、あるイベントで、出会った、有名な書家の、女流書家の大先生に、なんか気に入られて、うん、あるイベントで僕、ディジュリドゥ吹いて、その方が、ドゥアッと書を書くっていうのをやった時に、うん、ちょっと良かったから、ちょっと鹿児島でイベントやるからおいでって言われて呼ばれて行ったんですよ。うん、その鹿児島の呼ばれて行ったお寺がですね、真言宗のお寺だったんですけど、うん、そのお寺の住職さんというか、ご一家がね、うん、小さい島と書いて小島さんなんですよ。へ、僕は小島ですけど、うん、で。しかも僕、名前が俊弘って言うんですよね。うんうんうん、敏感の敏に、弓辺に無の弘法大師の弘なんですよ。別に僕、実家が真言宗じゃないですよ。たまたま、その、弘法様の弘の字が入ってるわけですよ。その弘法大師にちなんででも何でもなく。でもその言った真言宗のお寺さんがね、小さい島の小島さんで、住職と二人の息子さん、男の人は、全員、弘法様の弘の字が入ってるんです。で、僕の名前を見て、住職が、としちゃん、あんたうちの子だよって言われて。ですよねーって。いやー、としちゃんね、としちゃんも、パートナーいた方がいいよって言われて、再婚する気になったんですよ。なるほど。その時まあ、バツイチだったんですけど、うん、36で僕東京にいる時に一回結婚してるんですよ。うん。うん。で、それもね、あ、さっきね、テディが素直だねって言ったんだけど、僕ほんと素直なんですよ。素直じゃないように見えるけど素直ですよね。そう。僕ね、10代、20代の頃になんか占い師さんに、見てもらって、三人の占い師さんが、三人も、あなたは二回結婚しますって言ったんですよ。で、僕嫌だから一回で済ましたいんで、一回で済ませれないんですかって言ったら、無理って言われて、あなたは絶対二回結婚するって言われて、だから一回目結婚した時に、あ、これ一回目ねって思っちゃった。で、そう思っちゃったら、それは続かないよね。だって1回目って思ってんのよ。で、僕は絶対2回結婚するっていうことは絶対離婚するっていうことじゃないですか。うん、ね、うん、と思い込んでんだもん。うん、そりゃ離婚しますよ。素直でしょ、うんうんうん、思い込んじゃったのかもしれないし、本当だったのかもしれないし、わかんないですけどね。わかんないですけどね。でも僕、占い師の友達が昔いてね。うん、大学の頃に。はい。それこそ神楽坂で、のマンションで、なんか、仰々しく占い師をやってた友達なんですけど、うん、まあ、僕大学が法政大学だったんで、神楽坂って庭みたいなもんじゃないですか。で、そいつが面白いやつで、すっごいもう紙下着て出てくるんですよ。神社みたいにしてんの。うん、マンションの一室をね、自分家の。ビジュアル系ですね。ほいで、いろんな、まあ、発見もやるし、生命判断もするし、生、うん、年月日で、市中水面もやってたのかな、うん、で、とにかく頭がいいやつで、記憶力がすごいんですよ。なんで占い師になったのって言ったら、いや、俺は記憶力がいいんだよって。で、大学は東大しかないと思ってて、三浪したって言ったかな、うん、で、4回目の時、いや、三浪した時に諦めた。で、他の大学行くつもりなかったから、東大しかなかったんで、もう東大はもう行く気な、まあもう無理だって思ったから、
で、俺記憶力がいいから何ができるかって思った時に占い師だって思ったんだって。うん。で、あらゆる占いを勉強して、で、占い師になったんだよねって言って、で、占いって当たるのって聞いたら当たるも八卦、当たらぬも八卦だろって。え、それどういう意味？言ったら、だから信じたら当たるんだよって。え、どういう意味？って言ったら、信じたら当たるよってそういうことなんだよって言われて、だからいいことだけ信じとけって言われて、うーんって。まあそういう人もいますよ。みんながみんなそうじゃないと思いますよ。本当に当たる人もいると思いますけどね。だもんだから、僕は思い込んでて、何の話？あ、そうそう。それで、2004年の1月にね、パートナーいた方がいいよって言われて、そうなんだなって思って、友達のミュージシャンに、パートナーいた方がいいかなって思っちゃったんだよねって言ったら、あ、ちょうどいいわ、私の友達が一人になったばっかりの子がいるから紹介してあげるって言われて、で、僕名古屋にいて、その子が岡山の倉敷だから、紹介するって言ったってどこでさって言ったら、2004年の2月22日に、僕は、広島県福山市ね、で、ライブすることが決まってて、で、倉敷から福山って、車で高速走ったら、1時間かかんないんですよ。近いんですよ。だからそこへ連れてってあげるわって言われて、で、そこで、ななみちゃんと出会ったんですね。2004年2月22日、午後2時22分から始めたライブに。そう。それがね、くしくもね、その2004年から遡ること何年だろう。10年ぐらい。遡った2月22日は僕が離婚成立した日でした。っていうね。はい、すごい偶然の一致がこう起こりまくったわけですよ。2004年。皆さんも何か思い出ないですか ?2004 年って。あ、玲子さんおはようございます。ななみさんお休みっていうかね。単身で東京に行っちゃってまして。あ、もう9時半じゃん。9時半ですね。あっても1時間半になっちゃったんですけど。長くやってますけど。いいんだよね、別に。え、構わないですよ。今日は割と朝は時間があるので、大丈夫なんですけど。セドナの思い出が いろんな話に飛びましたけど。でも、本当僕の初セドナね、2004年。これは僕の人生の大きなターニングポイントにもなってますよ。まあ、ターニングポイントっていっぱいあるんですけどね。多分毎年ありますよ。意識してないとそうじゃないだけで。ね、ありますよね。この世は不思議ですよね。ん？これは不思議だらけですね。そう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 。なんか不思議なことがいっぱいあると、それが当たり前になっちゃって不思議じゃなくなってくるんだけどね。それもありかなみたいなね。だけど、なんか、やっぱこう、出会いですよね。一番のこの人生の妙っていうんですか？出会い。人との出会いが、まあそれもこう一説によると生まれる前に決めてるっていうね。方もいらっしゃいますよね。全員なのかどうかわかんないけど。ただね、生まれる前に例えばシナリオ書いて、出てても、なんかそのようにならない人もいるみたいですよ。例えばある課題があってそれをクリアしちゃってる場合、もうその人会わなくていいとか、まあそれもあるだろうし、課題に対してクリアしてないと、あらかじめ想定したことではないところでまた同じ
課題がやってきたりね。なるほどね。うん。それとか。波動共鳴ってのがあるからな。うん？波動共鳴ってありますよね。そうそうそう。その人と同じ波動の人がまた来ちゃうっていうかね。そうそうそう。同じ課題を持っている人たちが周りに集まってくるとかね。そう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 。あ、だってそうでしょ。人間の細胞もさ、うん、それぞれの部位によって波動が違ってて、うん、だから心臓の細胞とか肝臓の細胞とかもしぐしょぐしょってやっていくと、ほっとくと心臓は心臓の、あ、心臓の細胞は心臓の細胞を組んで集まるらしいよ。っていう話も聞いたことあるけど、ああ、そんなことできるのかとか知らないけど。いや、共振するから、うん。一定の周波数を出してた場合、うん、そこが落ち着くはずなんですよね、そこが一番。うん、そうだと思いますよ。うん、だって、すべて振動ですもん。うん、人も同じですよね。うん。うん、だって、共鳴するじゃん。ディジュリドゥをさ、ブって吹くとさ、うん、そのディジュリドゥってその音程があるから、キーがあるから、うん、そのキーと同じ、例えばギターの弦、ブーンってなりますよ。うん、なるほど。ブってやったら、ブーンって。うん、で、呼び合うよね。うん、だから、それでこう、だってそうとしか思えないよね、こんな70億いるって言うじゃないですか。うん、世界中、うん、まあ例えば日本に限定してでもさ1億何千万人っているわけでしょ、うん、合わない人絶対合わないもん、うん、ね、それはそうです。だから合わない人はいてもいいんだよねつまりね。いや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 、あで合うっていうかちゃんと物理的に、うん、合う人もいるし合わない人もいていいんだよね。で出会ってても何にも起こらない時もあるでしょ、うん、隣にいても全く縁がない人いるじゃん。はいはいはい。例えば同じ会場にいても全員と喋るわけじゃないし、うん、もし全員と喋ってもその後ご縁がつながる人とつながらない人っているじゃないですか。はい。ね、うん。タイミングもあるとは思うけどね。うん、出会うタイミングっていうのもあると思う。出会うタイミングがずれちゃうと、起こるべきことが起こらないのかもしれない。うん、それ一方的なことでなくて、お互いあるだろうからね、うん。こっちが準備できてても、向こうが準備できてなければ、うん、何も起こらないよね。もしかしたら。うん。うんうん、八兵衛さんが、占いは潜在意識からの答えだと思います。すべては役割分担だと思います。楽器もそうですよね。まあまあそうですね。占いが潜在意識からの答えっていうのもあるけど、潜在意識に例えばその情報を打ち込んだら、その実現しちゃうっていうことも逆もありますよね。うん、占いは、まあ、いろんな意味あるんで、答え、潜在意識からの答えか、そういう答え方もあるかもしれないけど、うん、うん、まあ、シンクロニシティじゃねえかなっていう。その、本当にね、思うんですけど、例えばタロットってあるじゃないですか。はいはい。あれも、すっごいタイミングよく、そのカードが出てくるんですけど、まあ、多分、テディさんも知ってるあるタロットの先生が昔から僕もよく知ってる人がいるんですけど、はい、彼女はタロットいらないからね。ああ、知ってますよそれ。タロットなしでもできるでしょって言ったら、うん、えはいとかって言う。ああ、トシさんもそれ見抜きましたか。うん、それタロットなしでもできるでしょあなたって言ったら、うん、え、うん、ねえ、でもあった方がいいでしょって。いや、だ説明するとき便利だから。そうそう、なんなら道具でしかないの言ってましたよそれ。彼女がね、多分多分同じ人だと思うんだけど、うん、タロットとかって聞いてるとさ、うん、ある種自分の答え合わせっていうか、自分でも読んでるんだけど、あのそこにちゃんと出るから、
そこにも直談判になるし、あとその相手に説明しやすい、ほらここに出てるでしょっつって、まあタロットで出てますよねって言いやすいっていうね、信用してもらいやすいっていうね、そうところもありますよね。形で表さないとね、納得しない人もいるじゃないですか、世の中やっぱり。うん、そうですよね。だからね、その辺ですよね。うん、まあ相手によってっていうのがありますからね。うん、まあお釈迦様もね、人を見て法を解けって言ってますからね。そのドンピシャのタイミングでね、それが出てくるっていうのはね、本当に面白い話でね。うん。タロットのみならずね。うん、おみくじもそうだしね。うん？おみくじなんかもそうですよ。ああ、おみくじね。うん。うん、そのシステムを使ってますよ。うん。大吉ってあるって、この間テレビでやってましたよ。そうですか。めった出ないらしいけど。大凶があるんですか、ちょっと。大凶はないみたい。へだって大々凶なんて出たらさ、嫌じゃん、それ。嫌ですよ、死んじゃいますよ、ちょっと自殺しちゃいますよ、ちょっと。だって、神社もさ、商売だからさ。いや、凶が多いさ、神社ってあるんだよね、しかもね。え？住吉、あ、なんだかな、どこだっけな。赤坂の住吉大社だっけな、どっかなんか、凶が多いんですよ。うん、本当に、うん、なんでそこだったかな。そこでもね、僕で引いたときに火事に注意と書いてあったんですよ。ああ。から、なんかそういうの書いてあったような気がするんだけど、うん、ちゃんと家がも、あ、ちゃんと会社が燃えましたよ。本当にそれさ、テディも素直なんじゃないの。いや、俺だって素直っつってもさ、おみくじに出たからだったってさ、会社燃えないですよ、普通。思い込んじゃったんじゃない。ああ、可能性もあるな。それだって現実作るってこともあるからね。うん、可能性ありますね。うん、どっちが先っていう。うん、本当に。卵が先？どっちか分かんないけど。だから、その潜在意識にね、ガーンって刷り込まれちゃうと、現実化するからね。うん。だから、そうそう、だから潜在意識って、そういうことなので、で、否定形がないじゃない。はい。って言うじゃない、うん、だから大事なんですよね、何をイメージするかっていうのが。大金持ち、大金持ち。だから本当人類に都合の悪いイメージになる言葉とか状況とかね、あんま思わない方がいいんですよ。今あっちの中東の方で起きてることとかさ、うん、あんま思わないよ、いいっすよ。もしかしたら、これは、バシャール説っていうのもあるからね。うん？バシャール説だとね、こう、その人がね、こう、なんか思ったりとか感じたりするとね、その人の違うパラレルワールドにバッと飛んじゃうらしいんですよ。あー。で、なんか1秒間に200回ぐらいかな、どんどんもう、違うパラレルワールドに飛ぶんだそうですよ、どんどん。あー、それね、量子物理学でも言ってる。だから、うん、今は多分今年さんとこう出して喋ってるかもしれないけど、この自分このね、この喋りちょっと考えによってさ、もう違うとこ行っちゃってるかもしれないですよ、もう。うん。分かれちゃって。そうそうそう。違うところの年さんと私がまた合ってるかもしれない。うん。そうなんですよ。そうなんですよ。それはね、量子物理学の先生も言ってた。宇宙は無限にあって、うん、パラレルワールドがね。うんうんうん、で、なんだろう。予想外なことを、自分のね、うん、予想外なことを思ったり、うん、言ったり、うん、考えたり、うん、予想外の行動した瞬間に違う宇宙ができるんだって。うん、ふって。で、その、そういう説があるのか。違う宇宙との干渉はでき、ん？行ったり来たりはできないんだけど、うん、干渉はできるって言ったかな、うん。うん。影響をすることはできるらしい。うん。うん、っていう、うん、なんか、そういう説、量子物理学の世界って、なんか、すごく、今の
スピリチュアルな世界とリンクしてますよ、うん、っていうか物理がやっとなんかそこへ来たって、物理学者が言うぐらいだもんね追いついてきた追いついてきた。だから、うん、そういう例えば時空を超えるとかね、うん、そんなことも物理量子物理学でいくと、うん、それは理論上そうなんですよって、うんうん、あの天元四郎さんって知ってるよね。知ってます、知ってます。天元さんのあの世の科学っていう本面白いですよ。あ、持ってるかな。持ってる、うん、あ、天元四郎さんって多分テレビでしか分かんないんで説明しますけど、ソニーでアイボを開発した人です。そう、あの人はね、スピリチュアル系科学者なんで、そうそうそう、そう、いっぱい不思議な話してます。本も出してます。うん、でも、科学者なんです、うん。だから、僕はね、神って言わないよって、サムシング・グレイトって言ってる。一時ね、よくお会いして、はい、あの方、ジャズもやりますけど、Kな吹くんですよ。へぇ。で、瞑想タイムにケーナを吹かれて、僕ディジュリドゥ吹いてるっていうのを、うんうん、まあ随分昔ですけどね、よく何回かやらせていただいて。うん。うん、シャトランさん、カメね、昔飼ってたけど今飼ってないです。カメ飼いたいって言ったらナナミがやめてっていう。不協和音と不協和音ね。まあまあ、不協和音は西洋音楽の中でしかありえないですよ。実は。レイコさん、占い師さんは良いことしか言わない方がいいですよね。その通りだと思います。強めてしまう可能性は確かにあるよな。え？問題を引き寄せやすくしてしまう可能性ありますよね。もうそうですよ。だから、うん、本当に。あのね、本物の占い師さんって分かる人って悪いこと言わないもん。うん、聞かれなきゃ、うん。聞いてもないのにね、あなたね、なんかね、悪いこと起きるよとかっていう人はさ、そこでまず恐怖で縛るでしょ。うん、それは最悪のやつだったんですね。なんか悪い霊がついてるよとかさ、うん、そう、最低の。聞いてもないよ、お前って。最低の人たち。ついてねえよ、ついてるともっと払ってくれって。払い年でのどうせみたいな。そう。あんたはみたいな。言う前、本物だったら、言う前に払っとるわいって。あんたの波動が高かったら、例なんかすぐ逃げちゃうんだよとか言って。そうそうそう。あんたの波動があれ悪いから引き寄せられたんじゃないのみたいな。お前についとんじゃん、みたいな。あんたのやつが来たんだよ、私のとこへみたいな。そうそうそう。ほんとそうだよ。うん。ねえ。ちょっと、あ、ご覧いただいてる方々って、ディジュリドゥ、僕さっきからディジュリドゥ、ディジュリドゥって言ってるけど、知ってんのかな？ちょっと先にやるべきでしたね。パターンとしては。ディジュリドゥです。そうだよね。だいぶ、見てる人減っちゃってるし、はい、ディジュリドゥ。減ってるけど増えてるな。これ、メイドインセドナですよ。その初セドナ行った時に買ってきたやつ。ではオーストラリア製なんですよね。これでもアメリカ製。流絶卵だから。ああ、アメリカでもあるんですね。もう全世界中で作ってます、いろんな材質で。へー。これは流絶卵っていう植物で、はい、セドナでできた。なるほど。アガベシロップって最近出てるでしょ。テキーラの材料ですよ。
リドゥー。これ今ディジュリドゥって聞こえたでしょ。ディジュリドゥって聞こえたでしょ。あれああ、そういうのもあるんですね、最近ね。いやいや、ディジュリドゥって聞こえたんで、ディジュリドゥっていう名前になったんですよ。うん、90年ぐらい前に。なるほどね。そう。まあ、オーストラリアアボリジニがね、3万年前からとも言われてるんですけど、定かないので、はい、1000年以上前から演奏していたと言われています、ディジュリドゥという形です。もともとはユーカリの木でできてまして、ユーカリの中を中身だけシロアリが食べて空洞化して立ち枯れたユーカリの木を切って削って、ブイーンって。はい、今、世界中でいろんな材質、竹で作られたり、今みたいに流絶卵とか、あとプラスチックとか、うん、それこそ、あれですよ、麻から作ったプラスチックで作ってる人もいれば、最近クリスタルディジュリドゥっていうね、透明のクリスタルでできたディジュリドゥとか。いろいろやりますね。いろいろありますよ、もうなんかね。人間の想像力は無限だな。本当はね、生で本当は皆さんにお聞かせしたいなとは思うんですけど、本当は低音がすごいんですよね。そう、どうしてもね、低音出ないもんね。うん、こういう。とかスマホだと低音が、まずスピーカーから再生されないと思うんだよね。まあね。はい。辰巳イルカさん。本当は体にバンビンビン来てですね。ハートに響くよねって、ありがとうございます。あるんですよね。で、このディジュリドゥを僕はまあ10これで8年ぐらいになるんですけど、うん、演奏してるんですけどね、うん、まあこれでセラピーもやりますけど、チャクラバランスを整えるっていう形で、ディジュリドゥだけじゃなくてネイティブアメリカンフルートとかチベタンボールとかクリスタルボールとか、まあ、いろんな楽器を使ってこうサウンドセラピーでチャクラバランスを整えていくっていう、こっちが音を出してクライアントさんのまあ波動調整をしていくんですけど、はい、吹いてる方が一番体にいいよねって思ったんですよ、うん、吹いてる自分が。なるほど。それはね、佐賀県の八山先生とかね、うん、札幌の西谷先生とかね、うん、池川明先生とかね、うん、横浜の、うん、ドクター、僕ディジュリドゥの僕の弟子ってドクターが割と多くて、うん、でそういう方々とこれ吹いてると一番自分が一番なんか健康にいいような気がするんですけどって、うん、そうだよねとかってみんな言ってて、うん、だから吹いてディジュリドゥを吹いて自分の健康を維持増進するという一般社団法人ディジュリドゥ研究法、まあ、健康法普及協会っていうのを一昨年山口県の周南市の沼田ドクターと立ち上げまして、うん、まあ、全国でディジュリドゥ健康教室っていうのをやる先生を養成して、それこそスターピープルに広告出しました、うん、去年発売の。お弟子さんとか今いるんですか。冬号か。あ、もう結構いるんですかね、やってる人が。先生今全国で12人います。はい。なるほどね。うん、具体的に活動している人が少なくて、まだ。これからです。今年はね、このディジュリドゥ健康法を、まあ、岡山県のある、うん、医学大学の教授が、いろいろ検証してくれるっていう。論文ぐらい書けるぐらいちょっと頑張ってみようかなって言ってくれてる先生がいらっしゃったりですね。この血液がこう振動されますよね、なんかダーってね。全細胞が振動します。ああ、そっかそっか。うん。だから、まあ振動。で、自分で吹くとやっぱ骨伝導で振動がより伝わるんですよ。で、脳幹が活性するって。ああ、なるほどね。脳幹活性。まあ呼吸法、その鼻呼吸、うん、口呼吸から鼻呼吸に矯正してするとかね。はい。いろんな効果があって、うんうんうん、
まあ、一番は脳幹が活性化するんですよ。はい。で、脳幹が弱ると、これ命の源なので、脳幹。要するに命が弱くなるわけですよ。で、あと宇宙との交信のアンテナだしね。なるほどね。脳幹は。そういう、要するに宇宙とのつながりが弱くなるわけですよ。大自然とのつながりとかね。脳幹が弱ると。だ脳幹が活性化すれば、そういうことがきっとできるようになるので、例えばもたらされる情報の自分にとって必要か否かっていう判断がちゃんとできるようになるし、うん、嘘が見破れますよ。うん、あと、例えば食べるものも、肉体の欲で食べたいと思っているのか、本当に魂が欲しているものなのかっていうのも、なんとなくわかるようになりますね。魂が欲している食べ物ってあるんですか？だって肉体を維持するためにはさ、うん、魂は永遠だけど、うん、肉体って永遠じゃないでしょ、だから魂はエネルギー保存の法則に従って未来永劫消えないですよ、うんうんうん、でも肉体は種の保存の法則に従って、うん、肉体が滅びることを抵抗するわけでしょ、うん、守ろうとするじゃない、うん、肉体は、はい、それがちゃんと魂とつながったところで、うん、本当に肉体を健全に維持するために必要なものを食さなきゃいけないでしょ、うん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 、それが単なるそうじゃないところの欲で食べたら不具合起きるじゃん、あまりにも甘いものばっかり食べるとか、うんうん、ね、そうするとバランス崩れるでしょ、はいはいはい、病気になるじゃん。あ、それは体の欲してるものではないんです、魂の欲してるものなんです、そこが。そう、なるほど。魂が欲するっていうか、うん、魂がちゃんとリンクして、うん、自分の肉体をより健全に保つためにいるでしょ、うん、これが今、ほうれん草食べなきゃ、とか。例えば。ね、ほうれん草でなくてもいいんだけど、そのほうれん草と同じ栄養素があれば、じゃねえかなって。ああ、そっかそっか。肉体が本当は欲してるんだけど、それが魂の方がキャッチして、言葉にしてくれるってことですね。うん、言葉にしてくれるっていうか。ほうれん草とか、イメージ。まあまあ、そういうことかも、そういうことかもしれないですね。じゃあ、連携してるんですね、その魂と体がね。いや、連携してなきゃダメでしょ。うん、連携しなきゃわかんないですよね。連携しなきゃダメだと思いますよ。うん。その連携が途絶えると、おかしくなるでしょ。なるほどね。だ心もそうでしょ。心もちゃんと魂と連携してないと。魂と心って別でしょ、だから、魂との連携がきちっとできてるかどうかっていうのが、その人のバランスだと思うんですよ。そうですよね。うん。変なもん、やっぱ食べたいって思うのが一番いいって言いますよね、よくね。うん、その食べたいが、肉体の欲だけで、要するに肉体が学習しちゃった欲だけで食べたいと思っていたら、それはあかんよね。菓子ばっか食べてさ、とかさ、だからお菓子ばっか食べていい人がいるかもしれないけどね。隣の人が食べてるから自分も食べるっていうことではないでしょ。違うから。お菓子に適応した人もいるかもしれないですね。そう。わかんないでしょ。で食べないで生きていける人もいてもさ。いますよ。でも食べないで餓死する人もいるでしょ。そうそう。ね。ピチャーテイム出てますけど食べない人ね。うん。
はい。だけど、それ誰でもできるかっつったら、はい、そうでもないと思うんですよ。うん。うん。で、どっちがいいってことでもないだろうし。うん、どっちがいいってことはないと思う。だって、うん、僕は美味しい食事の楽しみがなくなるなと思うから、ちょっとやんないと思うけど。ねえ、うん、そう思う人は食べればいい話だしさ、うんうん、と思うんですよね。八兵衛さん、モンゴルのホーミーみたいですねってディジュリでね。そう、よく言われます。あの、口の中の空間の作り方が一緒なんですよ。シャトランさん、私のよく知っている人、亀好きで陸亀と石亀飼っています。最近、超紐理論を理解したくて、漁師力学に没頭しています。亀と漁師力学と何か関係があるのでしょうかね。浦島効果とか関係ある？関係ないか。リビデビューじゃなくて、ディジュリドゥ。聞いて健康になりたいです。吹いて健康になりましょう。CD でもすごくスピーカーシステムがちゃんと作らないと再現できないですもんね。再現っていうか同じじゃないとは思うけど、まあね、どうしてもね、生が DJ は生聞かないとダメですね。気に来てください。クリスタルボールもね、時々放送するんですけど、あの昔はやっぱ音がちょっと通ってなかったんですよ、クリスタルボール。最近よく通るね。結構高音だから通るようになりましたよ。でもね、生じゃなきゃダメですよ。クリスタルボールにしてもディジリドゥにしても何でも。アコースティックな楽器はやっぱ生で聞かないと。なるほどね。響き感がね、全然違うです。違う。うん。タナさん、占いの話と占い師の話面白い。ありがとうございます。こうちゃん、つーさん、おはようございます。おはようございます。ねえ、まあそんなことでもう10時になろうとしてますね、はい、思わぬ長くやりましたね、はい、でも始まったのがちょっと遅かったんだよね。うん、なんかでもぴったりな時間で用意してたんだけど、なんか録画が遅かった、ね、私出てくださいとかいろいろなってああみたいな話で、そうちょっとでもスタート10分ぐらいじゃないですかね。そうだったっけ、うん、まあじゃあまあこの辺で、はい、セドナの思い出でいいか。まあセドナの思い出からいろんな話になりましたけどね、はい、まあまあまあいいんじゃないですか。勝手につけちゃいましたけどね。セドナとかね、あとカワイ島とかね、うん、オーストラリアとかね、うん、僕赤い大地をつなぐ旅っていうのをやってたんですよ前。うーん、セドナも赤いし、ハワイも赤いかな。赤いとこありますわ。あるよね。まあ、パイナップルよくできるとか赤いところ。まあ、鉄分が多いんですけどね。あ、ですよね。うん、で、前、岡山の僕ら、久米南町っていうところに住んでたんですけど、はい。そこの、まあ、上もみっていうところに住んでたんですけど、やっぱ鉄が出るので赤いんですよ、土が。ああ。うん。なんかね、そういうところにも呼ばれたりするんで、久米南町は実は日本のセドナだとかね。あの、なんかね、赤い土に呼ばれるかなって思った時代がありましたね。最近ちょっと違うような気もするけど。でもセドナまた行きたいな、うん、セドナもカウアイ島もね、オーストラリアもいいっすよ。どこでも行きたいですね、また。最近ね、でもね、台湾がね、なんかね、ちょっとキーワードで出てきてて、はい、台湾に行ってみてえなーって。台湾ちょっと軽く行くのにいいですよね。うん、安い。台湾にね、うん、七海島っていうのがあるんですよ。七海島、はい、うちの七海ちゃんってね、うん、あの芸名は七つの海ですけど、うん、本名は七つの美しいなんですよ。でね、台湾にね、七名島っていうらしいんですけど、七海島って七つの美しい島っていうところがあるっていうのをこの間知って、台湾の人に教えてもらって、これは行かなきゃって。すっごい綺麗なところみたい。七つ島があるわけじゃないんですよね。
わかんない。7つの美しい島。7つあるのかな、島は。わかんない。わかんないけど、ちょっと行ってみてえなって思って。なるほどね。なんて読むのこれ。アドジムさん。はじめまして、アドと呼んでください。ディジュリドゥ吹きたいです。横浜です。わかりました。今度東京でディジュリドゥクラブっていうのを作ろうっていう話があって今、会長はもう決まってるんですよ。で、東京、横浜あたりにもディジュリドゥの生徒さんが何人かいますので、アドさんぜひディジュリドゥやりましょう。Facebook やられてたら、つながりましょう。ぜひ。最近あれなんですよね。Facebook でしか情報出してなくて。いかんのですけど。ホームページであんまり更新してなくて。ぜひぜひ、ディジュリドゥやりましょう。ぜひぜひ。はい。ということで、今日は、これくらいにしとこうかな。ギターまで用意してあげる。歌も歌ってねえよ。また今度歌ってください。また今度。はい。ぜひ。ということで、次回は2月の第2火曜日の予定でございます。それまでに節分がありますね。2月3日ね。はい。節分で、本当の年が変わるとも言われていますので、ぜひ。あ、2016年。といい年になるに違いありません。楽しんで生きていきたいと思います。よろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。どうもありがとうございました。テリーまたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は手だけアセンションって言いませんでしたね。あ、本当だ。